나 당신 좋아하는 것 같아. 그걸 왜 몰라줘요? どうして? 난데? 난데って? 何がですか? 何ですか? やっぱり後ろめたいことがあるのね。 一体どういうこと? 説明しなさい! どういうこと言うな? それは… これは俺が… 何が夢だよ。 夢じゃお腹いっぱいになりません。 確かにあなたなら何があってもリナを守ってくれると思った。 正直ここまでのことは考えもしなかったわ。 すいません。 このことはなんとかこっちで処理するわ。 ユナも冷静になってちょうだい。 現場では平静を保つのよ。 動揺を顔に出さないこと。 いいわね。 近藤です。 入って。 失礼します。 近ちゃん。 今日限りにあなたはボディーガードクビ。もうあなたをユナのそばに1秒たりとも置くことはできないわ。分かったら帰って。はい。 悪いのは私だから。ユナ、あなたにもがっかりだわ。世界を目指すって言ったあなたがこんなちっぽくな恋愛に惑わされてつまずこうとしてるなんて。でもこれを見たら考え直してくれるかしら。ハリウッドから映画出演のオファーが来たの。 ハリウッド? すっごい。ごめんなさい。監督はあなたの清楚で可憐なところに目をつけたらしい。ボディーガードとスキャンダルなんて面白おかしく騒がれたら間違いなくこの話はなくなるわね。それにあなたとのことがバレたら彼だってただじゃ済まないわね。 週刊誌に追いかけられて家族のことから何から全部調べられて、そこらの仕事はもちろん夢を追いかけるどころじゃなくなるわね。それじゃあ天文台への再就職とかってありえないってことですよね。要件は分かってます。俺クビですよね。 一体どういうことなのかちゃんと説明しなさい。事実なのね。あんたボディーガードとして帰ってきたって言ったでしょ。言いました。今でもそう思ってます。あんたがそう思ったとしても、いや思おうと努力したとしても相手は違うふうに思うことだってあるの。最初に合わせた時嫌な予感したのよね。 まさか本当になるとはね。俺やっぱり首自業自得よ。わかりました。失礼します。正念場だぞ浩平。 お待ちしてました。あなたにしては随分遅かったですね。あの写真は物の弾みで、だから表に出さないでくれ。弾みだろうと何だろうと事実は事実。前にも言ったはずですが、写真は嘘をつかないと。頼む。
俺はどうなってもいい。でもユナさんは。また綺麗事かよ。俺ができることなら何でもする。だから1000万。え、1000万出していただけたら手を打ちますよ。まあどう見ても商談には応じていただけそうもありませんが。あなた、なんか勘違いしてませんか？え？ご主人様に寵愛されて、ボディーガードの枠を超えて必死に尽くして、そのご褒美にチュッとされて。そんな、ご褒美なんて。ではまさか本気だと？清楚で可憐な大女優、ハイユナ、ボディーガードをつまみ食いってね。美味しいな、この見出し。こちらにとっては最高の餌、あなたたちにとってはあってはならない最悪のチブですからね。その正義の味方みたいな面見てって虫すがしいんだよ。とっととお帰りください。あやさん、ほら危ないよ。大丈夫です。ほら上手でしょ。先生は私を受け止めるのが上手ですね。やったー。いやー、よかった。この公園最高のロケーションだね。あれ、ねえ、高野君。する瞬間を撮られた、その写真を送りつけられたって、そういうことか。早く言えばそういうことです。辻沢社長が怒っちゃって、大江さんがちょっとボディーガードクビにされて、で代わりに俺が。はぁ、おもれ公平、皆さんそんな窮地に立たせるなんて。俺がユナさんを守る。ご主人様に寵愛されて、ボディーガードの枠を超えて必死に尽くして、そのご褒美にチュッとされて。そんな、ご褒美なんて。ではまさか本気だと？どうすりゃいいんだよ。あ、ユナさんの弟だ。テソン。カワイさん、ちょっといいですか？そうか、モモがそんなこと。心配かけて悪かったな。はい、俺はほら大丈夫だから。何があってもたかが知れてるし。ただユナさんは。カワイさん、姉さんのことが好きですか？好きなんですか？俺は何もしないで、ただじっとしてることしかできない。情けないよな。その世界が違うなんて、そんなことはないと教えてくれたのは光栄さんです。
前を向いて生きてりゃなんとかなると言ってくれましたよね。香織さん、お願いがあります。状況か分かってますか？はい、これテソンから預かってきました。テソンが？ユナさんのこと心配してました。나를믿는다고말해줘서나도다시한번앞을향해서살아보자라고생각했어。고마워누나。나도누나를믿어。세상사람들이뭐라고말해도난누나편이야。그러니까자신의마음을믿었으면좋겠어。행복해지길바래。あなたとのことがバレたら彼だってただじゃ済まないわよ。週刊誌に追いかけられて、家族のことから何から全部調べてかき立てられて、そこらの仕事はもちろん夢を追いかけるどころじゃなくなるわね。あれは嘘です。だからもうここへは来ないでください。あなたがあまりにも恋愛経験がなさそうだったからからかっただけ。全部嘘です。そうですか。それ聞いて安心しました。いや、そんなこと絶対ないって思ってたんですけど、万が一本気だったらまずいなって。ほら、俺星バカだし、そういうのめんどくさいっていうか、どうしていいかわからないしね。え、あの、嘘でもいいんで最後にもう一度笑ってもらえますか？俺ユナさんの笑った顔結構好きだったんで。わがままで気まぐれな女優に、今まで付き合ったご褒美に。ありがとうございます。お世話になりました。さよなら。